おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回は新武器紹介やっていきたいと思います。新しく追加されたアサルトライフル、ライフルになりますね。シモノフ M1936 バリアント名レッドストームとなっております。こちらを紹介してみ、噛んだね。こちらを今回は紹介していきます。肝心なところで噛むんだよな。これね、別名 AVS36 っていうやつだったかな。ソ連の銃だったんですね。いいね。そもそもこれなんだけど、今回はレッドストームですね。で、こちらね、高威力で中程度の連射速度と反動を持つ自動ライフルといった感じになっております。これ、まあね、これからお見せするんですが、反動がむちゃくちゃでかいんですね。で、装弾数は24発。拡張マガジンをつけると36発ですね。撃つとこんな感じですね。割と遅い連射速度かな、レート的には。そうですね。普通の他のやつですね。AR と比べて遅い感じのレートなんですけどね。この連射速度はまあそうなんですけど、高威力なのでその分、こんな感じでね、徐々に上に上がっていくんですね。グリップつけてもあんまり、まあちょっと変わるけど、これの半分ぐらいになるのかな?ここぐらいでとどまるような感じだったんですけど、そうですね。グリップつけても反動は、まあ少し抑えられるかなっていう感じなので、あんまり過信しすぎるのも良くないといった感じになりますね。で、これね、手ぶれとかもそんなになくて、ずっと狙って撃つにもね、扱いやすい銃かなとは思いますね。ではアイアンサイトですね。これは見やすいんじゃないかなと感じましたね。フロントサイトがちょびっとだけあるのが少し見づらいかもしれませんが、もし見づらいという方はこちらのレンズサイトですね。これは見やすい。これをつけていくか、こちらのリフレックスサイトもあります。これ見やすいですね。そしてこの4倍率サイトがありますので、この3つですね、いずれか お好みのやつをつけていくことをお勧めいたします。それと申し訳ありません。あと一つ言い忘れていたのですが、レートもそうなんですけど、威力が高いということで、基本3発キルになりますね、こちらの銃。では、リロード速度を見ていきましょう。通常の場合は、こんな感じですね。標準的かな?リルキャンのタイミングは結構遅めですね。このぐらいですね。完全にマガジンをカチャッと入れ切った後ですね。打ち切ると、ああ、こんな感じです。これ打ち切った後も、リロキャンのタイミングはほとんど変わらないですね。打ち切って、このタイミングですね。こちらがハッスルの場合です。さっきよりも少し早くなったかなという印象ですね。打ち切ると、このくらい早いです。高威力、高反動、でもリコイル制御がやりやすい武器なので、強武器の匂いがしますね。それでは実際に使っていきましょう。はい、またもスターリングラードですね。で、今回はアタッチメントなしで頑張っていきたいと思います。で、この銃ですね、他のライフルに比べて構えるスピードがね遅くなっておりますのでご注意ください。だからアタッチメントつけるならクイックドローとかがおすすめかなという印象ですね。わ、なんだ、一撃で仕留められたらもうなんかやってられんわってなるわな。で、今回ね、その構えるのが遅いというのを補うためにスコープで来てるんですけどね、構えてる状態でなるべく移動しながらやっていく感じですね。敵がなんかいないぞ。前回はこの辺りにいた気がするけど、マジか、焼夷弾届くなぁ。すげぇ。てかね、全然仕留められないんだな。なんだろうね、結構練習で使ってたんですけど、なんかね、慣れないんですよね。
このレートが。なんか中程度のレートというかね、これがちょっと個人的に難しいというか慣れないですね。こっちには来ない。いたぞ。だが見逃していきますね。OK。ガソリン爆弾まで行きましたけど、誰だ？誰なんだ？俺の邪魔をして。くっそ。ああ、もう腹立つわ。あれは腹立つわ。待ってくれ。そっちは気づいてない。うん、あ、後ろにも来たか。絶対こっち来るやろ。ほらよ。よし。泣き叫びがいい。なんなんだ、来るの早いぞ。あ、いいぞ。倒したやつをすぐ倒せるのはとてもいいことだ。近っ。なんだ、なんか誰か近くにいそうだな。そろそろリロードしたいぞ。左か。いないか。いたね。あ、どこ行った？くそ。マジか。うわ、嘘だろ。最悪だ、マジか。あれ、3発当てたつもりだったけど、今の。こういうのがあるのか。なんかそこ上から狙ってるやついいんだよな。危ね。あ、いた。2発無理。OK。リロードしてと。ちょ、できるかな ?OK。いないね。あ、なんで、いつの間に上にいたの？あ、そっか、そっから登れるんやったな。そこ盲点やったわ。左奥か。食らいやがれ。あっと、自滅ではで無理か。いや、ちょっと捨て身の作戦でいこうかなってしたけど。火炎瓶ね、意外と役に立たないから。よいしょ、俺もノーバロッと。危ない。なんかどっからか銃声が聞こえるぞ。そこもリスポンあるからね。見といてもいいぞ。やばっ、どっちかい。上がれるかな。 OK。 安全を確保しようか。どん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 、危ない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 。はあ、やっと危なかったぜ。もう一人いんだよな。何人来るんだ。もうマジか、ショットガン勘弁してよ。焼夷弾じゃなくて火炎瓶に行け。あ、くそ。よし。あ、なんかもう一人いないか。やっぱいた。ゴースト目。まあ山岳やけど。まあいなかった、気のせい。気のせいか？偵察飛行を終える。気のせいっぽい？ね。あれはむずいぞ。盾が硬そうだな。上に打ってやられたな。おっと、もう一人いる。降りたな、多分。お、近接だったな。なあ、くそ。いないと思ったのに。いないね。もう一回下に行って奴がいるんじゃないか。下で戦ってない、あれ。近接が走り回ってる。オッケー。あぶね。カモン。来ないな。
ここで焼夷弾じゃねえな、火炎瓶をステンバイしとけば一人は絶対確実に倒せるはず。よし、でそこびっくりした、炎か。あーマジでこれなんだよな、レートが遅いのと、あれしかもね、シュパーギンとの相性やっぱ悪いな。あ、壁やっぱ壁ダメージが入るとどうしても4発必要になってくるね。ここは気をつけたいところ。あ、ちょっとクソエムすぎたわ。え、なに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 、今の何、今のすり抜けた感じ。誰も来なかったかな。あ、いないね。多分地下道にいるな、これ。上がってこないか。オッケー、火炎瓶行くぞ。リスはないか。リスしてこっちに。あ、来ない。すげえ貫通してきてる。オッケー、ラッキーキール。オッケー、おっし、3連続キルいけたね、火炎瓶を交えての。はい、ということで今回は、いや疲れたな、 AVS ですね。あ、よかったよかった。でもね、これ今回ブロンズスターなんとか取れましたけど、あれだ、練習の時にも一応取れたので、そっちも流そうかな。では行くぞ、自由への反撃賄賂。これイベントでもないのにね、このなんか特殊なサプライドロップなんですけど、え、嘘でしょ、なんかすごいのが来るかと思いきやそんなことはなかったですね。はい、ということで今回はシモノフ M1936 ですね、別名 AVS36 使っていきました。うん、これは使う人によってはかなりの強武器になると感じましたね。私個人的には使いやすさ的には中の下ぐらいかな、感じましたね。はい、それじゃあアタッチメントつければね、全然変わってくるので、またなんかすげえ褒められるんだけど、はい、じゃあね、また別の武器をね次紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあファーモー。